はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストタクト続きやっていきたいと思います。まあ、お待たせのバトルロード。キマイラロード、ロードをやりたいと思います。まあ、このキマイラロードっていうね、名前自体が、もうこの敵自体がね、敵じゃねえな。このモンスター自体がキマイラロードっていう名前なんで、キマイラロードのロードって意味ね。なんでロードって2個続くんですかって言われそうなんで。それで、キングレオとグレンデルも使えるみたいなんだけど、自分持ってないんで、今持ってる、キャラでどこまでいけるかなって感じになっちゃうんですけど、とりあえずキマイラロードがレベル100まで上げて、まあ5段階底上げした感じなんで、いけるとこまで、1万3000なんだよな。ベビーパンサーとキラーパンサーもね、ちょっと開花してますね。うむ、どうすればキングレオ様に勝てるのか。勝てるのか。どうしたのキマイラロード、悩み事なの？おお、カズボーたちではないか。俺も魔獣の端くれ強くなりたいんだ。目標はキングレオ様に勝つことだ。ライバル宣言なの、かっこいいの、応援するの。おお、そういう話か。そういうことなら手伝ってあげようね、カズボー。おお、ありがたい。では早速、モンスターを探しに行くぞ。まあ、格好はね、キマイラロードはこんな感じだけど、キングレオは一応ボスモンスターだからね。キマイラロードは、まあ、ボスじゃないかね。雑魚キャラで相当強いみたいな。あれはストーンビーストだね。石の体、ひらめいた。ぜひとも捕まえたい。行くぞ。なんだけど、キマイラロードの色違いでね、ボスはいたけどね。見ての通り、俺はいろんなモンスターを合成している。そこで、この石の体を合成すれば、俺の弱点である守備力を補えるはずだ。なるほどなの。カチカチになれば無敵なの。でもそんな体にしたら重くて動けなくなるんじゃ？あ、そうか。それは困るな。では中止だ。次の作戦を考えねば。キマイラロードロード。いやー、しかし、ガチャも当たるときは当たるんですけど、当たんないとき全然当たんないね。当たるときなんか、すぐ当たるんだけどね。キングレオ様の強さとはどこにあると思う？腕も足も4本あるの。強さの倍になってるに違いないの。なるほど、素晴らしい着眼点だ。キマイラロードも、あ、そういうことか、ないのか、この人は。では、俺も腕や足を増すとしよう。いたぞ、マドハンドだ。奴を捕まえて合体するのだ。そんなうまくいくのかな？でも、泥の手じゃしょうがないんじゃないみたいな。なんで左、こっち行っちゃうんだろう。マッドマド。捕まえたの。早速合体するの。よし、これで俺も強くなれるはず。うわ、暴れるんじゃない。魔物だし、自我があるからね。コントロールが難しそうだね。いててて、顔引っ張るでない。クソ、これも失敗だ。モンスターとの合体は難しいの。というか、モンスターと合体なんてナンセンスなの。借り物の力で強くなんて、なれるはずがないの。何？俺の研究をバカにするのか？自分に自信があれば、こんなことをするより自分を鍛えているはずなの。自信か。痛いところをつくな。確かに、俺はキングレオ様に負けて続けて自信を失っていた。
だから他のモンスターの力を借りて強くなろうとしていたんだね。だったら今日から自信をつけるの。そのための特訓をするの。本当の強者は、強者は常に余裕があるの。あのスマイルロックを見習うの。笑顔の練習なの。もともとそういう顔なんじゃないの。いいとこ持ってくるね。つわものだね。2個。負けても笑顔なんてすごいガッツだ。ほら、手前のロードも勝者の笑顔を見せるの。笑顔こうか。いや、うわ、なんて怖い。いや、いい笑顔だと思うよ。そうなの。まさに、つわものって感じなの。そうか。では、一歩前進ということだな。次は何事にも動じない精神力を鍛えるの。自信があれば敵の攻撃なんてへっちゃらなの。そこでこの俺、瞑想の達人ドラゴンバゲージ様だ。よろしくな。なるほど、瞑想で精神力を鍛えるのか。いや、それにしても痛いものは痛いんじゃないかな。何、瞑想で回復すれば問題ない。俺の鉄壁の守備を見せてやるぜ。だんだんきつくはなってきてると思いますけどね。圧縮イオラ。まあちょっとは鍛えてるからね。うわー、痛いよ。このままじゃ死んでしまう。助けてくれ。やはり自信があっても痛いものは痛いのではないか。あれは根性が足りないの。キマイラロードの方が根性があるの。そうかそうだね。キマイラロードはやればできるモンスターで。そうかならもっと頑張ってみよう。まあ7までだろうな。5、6、7が1万2000ぐらいかな。勝てなかったらちょっとまた鍛えますね。最後の仕上げなの。スカイドラゴンに来てもらったの。スカイドラゴンはキングレオに負けたことがないんだって。負けたことがない。いかにも我はキングレオ相手に不敗。なぜなら奴は飛べないからな。戦ったこともないんだな多分。つまりキングレオが勝てなかった相手に勝てれば。なるほど、俺のが強いということになるのだな。そういうことなの。それじゃあ訓練頑張るの。よくやった。
あ、すいません。今のタイミングで、ちょっと電話来て音だけ途切れちゃいましたね。まあ、勝ちましたね。すごいの、スカイドラゴンに勝ったの。見事だ。我から教えることなど何もない。キングレオよりも、お主の方が強いぞ。そうか、なんだか自信がついてきたぞ。そういうことなら早速、キングレオと戦うの。何？待ってくれ、せめてあと一体、キングレオ様と同じくらいの強さのやつを訓練してからだな。慎重だね。それなら僕に心当たりがあるよ。お、とうとうか。最後、キングレオか。なんで、キングレオ連れていけんだよね、でもね。持ってれば。まあ、キングレオ連れていけたら勝ちだよね。当たんなかったらクリアできないとか。うわ、12,500 とかだし。敵情報。スライムエンペラー、アンクルホーン。いや、キングレオの方が強いんじゃねえか。スライムエンペラーはね、まあ、どっちかっていうと回復役だよね。打倒キングレオの最終準備として、訓練相手にスライムエンペラーを呼んだよ。キングレオを倒したいというのは、お主か。世に勝てればキングレオにも勝てるじゃろうな。エンペラーに勝って、キングも超えるの。ありがたい。ここで勝ったらきっと行くぞ。名前がさ、キングとエンペラーだけで。キングレオと戦ったら、だってキングレオの方が強い。だって、回復しかできないもん、これ。強い。まあ、S ランクなんだけど、優秀なんだけど、サポートすげえ優秀っていうね。戦闘向きではない。さて、エンペラーが残ったよ。ライデン使えんのか。このパーティーでいけっかな。うわ、やられた。勝者、キマイラ・ロードなの。キングレオ様並みに、の実力者に勝ったぞ。自信がついたぜ。ありがとうな。ふう、これでよいか。演技というのも疲れるな。みんな協力ありがとうなの。でも、なんでこんなことしたの？スラクト。キマイラロードとキングレオの強さにそんなに差はないと思うんだ。勝てないのは気持ちで負けてるからさ。だから自信をつけてあげたんだ。これでいい勝負ができるんじゃないかな。なるほどなの。頑張ってほしいの。だ、支えるものはね、の方が大変って言うからね。通称戦闘力では勝ってるけどね、ちょっと分かんないよね、そこら辺はね。ははは、俺は強い。スライムエンペラーに勝ったんだからな。前にスライムエンペラーに勝ってから調子に乗ってるの。しまった、気が大きくなりすぎて慢心してそうだわね。なるほど、ならば今度は余が本気で戦おう。キマイラロードよ、リベンジマッチだ。お、いいぞ。今の俺は誰にも負ける気がしないぜ。俺は最強だ。やべ、天狗なっちゃったね。第2のキングレオになっちゃうね。お、ブロックがいる。さて、じゃあ、まあ、おびき寄せてもいいよね。来ないのか。本当にダメだね。将棋とかすげえ弱いからさ。思ったのと全然違うんだもん。何ターン以内に勝つとか、だってこれでもう無理でしょ。突っ込んだら負けんなーって思ったから。
なんでこっち行くんだろう。なんかいけんな。危なく落ちる。ベビーバーサーが強え。なんか普通にいけたかもね。6ターンかかっちゃう。5ターン以内でクリアかも。一旦無駄したね。いけんなこれ。うわぁ、参った。本気のスライムエンペラーを倒したの。はっはっは。俺は最強なんだ。この調子でキングレオ様に挑戦だ。まさか、自己暗示であんなに強く、思い込みの力ってすごいな。これなら本当にキングレオにも勝てそうなの。やっぱ5体内だね。一旦損したね。仲間一人も倒されずにだから、もう突っ込んでいてもなんかいけるね、多分これ。もう一回やろう。サブナックが落とされるよね。普通にやった方が良かったよね。だって身代わりすんでしょ。跳ね返すんだよ、あの呪文を。自分が動かすより AI の方がいいってすごいよね。危なく落とされてる。まあ後ろ下がればいいから、あそこはね、普通に突っ込んでる。今やられちゃったけど。まあ下げとけば1回で全部いけたね、これね。よし。まあ、キングレオとかいなくても、まあ、いけるでしょうけど。まあ、このぐらいの強さでもいけます。はい、ということで、キマイラロードロード攻略です。またね、今度ね、違うことやっていきますんで、よろしくお願いします。まあ、本当にこれはね、配信された時に、まあ、あの、なんだろう、攻略できて、やっと動画になりますんで、まあ、本当にね、まあ、合間合間にたまに出ますんで、よろしくお願いします。もうこれはね、結構リアルタイムでやって、他のはね、取りだめなんですけど、あの、ドラゴンクエストタクトはね、できる時間にやって、結構リアルタイムで配信してますんで、なんかの動画の合間にね、出ると思いますんで、よろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげると、すごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。